なんかアメリカとかやと T シャツに、家族で6本ぐらいある？あるな。それもう意識して買い付けしてきたもん。しかも色も。指輪はそうやね、もうユーモアの色にしたいなって思うぐらいで、しっかり買い付けに行くと指輪もう見て回ってセレクトしてくるんですけど、なんやろうな、もう本当に先週までアメリカ買い付けちょっと行ってたんですけど、その時今回メインにしたのはこのストーン系、まあシェルだったり、これ貝殻なんですけどとか、まあこれはバッファローの骨、これシルバーで石止めしてあったり、あとインディアンジュエリーかな、うん、メキシカンかな、オニキスのストーンリングだったり、あとはなんかシンプルなやつあんまり僕つけないんで、もう全部変なデザインが効いてるっていうやつがばっかりなんですけど、まあ、例えば意外と少ないのがこういうねドラゴンのリングなんですけど、これもシルバー925で意外と少ないんですよね。これとか、あ、これか、これはね、メモリアルリングって言って、ここに925の刻印もあるんですけど、思い出とか、なんやろうな、写真ちっちゃく切り取って入れたりとか、なんか手紙折りたたんで入れたりとか、まあ入るサイズじゃないとあかんけどっていう、なんかね、意味合いのこもったリングとかも、こういうのはねちょっと意外高いんやけど、今回1個見つけてこれて、これはね、僕らがオリジナルで作ってるリングなんですけど、まあアメリカにもこれを作ってる作家さんはいっぱいいるんですけど、もう真似しようと思って、僕が昔から彫金のシルバーアクセサリーを作る教室にずっと通ってたんで、まあそこで知識見つけて、アンティークのスプーンですね、こうやってこういうのを自分で工房で全部作って、アメリカのガラクタ市とかでスプーンいっぱい買ってくるんですけど、こういうのをね自分で作って、お客さんも結構気に入ってくださる方がいて、こうやって鍵、これはね鍵を指輪にしたの、こうやってかっこいいでしょ、手で、あといろんな油圧プレスとか工具は使うんですけど、で成形して曲げて作ったやつ、この長さとかもうこのちゃんとバリも取ってるんですけど、怪我しんようにね。あとはちょっと見てほしいのがここのエロリングって言ってるんですけどちょっと動画でわかるかな、わかるかな、エッチしてんすよねすいません、これも男女がっていう、これもユーモアでオリジナルで作って出している指輪で、これはまあちょっと見てくれたらわかると思うんですけど、シンボルやねこれはとかね、こうやってハンドリングもいっぱい作ってるんですけど、あ、これか、これもユーモアでオリジナルで作って、僕が作ったやつなんですけど出してる、全部925のリングで、ごめんちょっと入らなかった入るやつあるわとかかな。シルバーリングは結構いっぱい僕も好きで揃えてるんで、探してた方いたらぜひ遊びに。 これはね山岳少数民族、タイとかミャンマー、中国、ラオスの山岳エリアに住んでるカレンシルバーって言われるんやけど、カレン族っていう少数民族のシルバーなんやけど、前回そのミャンマー、ラオスらへん、タイの北部にちょっと僕は行ってきて、ちょっと現地でセレクトしてきた指輪なんですけど、めちゃくちゃボリュームあってかっこいいんで、よかったら見に来てください。なんかね生命、生き物とか生活道具とか、あとは何やろうな、植物、水とか風とか、そういうのに命が宿るっていう風に考えられ
考えてる人たちが作ったあのアクセサリーなんで、なんやろうな、例えばこういうのだとカゴのバッグとか、カゴのね、カゴ製品が、ま、アジアの方すっごいいっぱいあるんですけど、多分それをモチーフにして作ったって言ってて、であとはまあ植物とかね、葉っぱとかのモチーフがすごく多かったり、こういうのもすごくなんかインディアンジュエリーにはない魅力なんで、すごく楽しいっていうか、かっこいいと思いますよ。サイズもねいっぱいあるし、本当にもしあのお店であのなんかサイズ合わんってなったら、僕がその場であのサイズ調整するんで、こうやってあのちょっとねリングタイプは無理なんですけど、こういうオープンタイプやったら僕がその場で微調整あのできるんで、気軽に行ってください価格帯はね、そうやね、もう仕入れ値によってバラバラなんやけど、ごめんまだね値段つけてないんやけどね、1万円いかないぐらいはメインになってて、ちょっと大粒になってくると、まあ、1万2800円ぐらいかな、この辺でも、うんうんうん、1ニッパー。ごめん今回の動画のためにね急遽ねわーって並べたで申し訳ないんですけど、この辺とかだと6400円かにしてますし、これオニキスのねシューバーのやつだし、もちろん珍しいってやつを破格で売ってるっていうのはないんですけど、オリジナルだとねこの辺は1ニッパで12800円で売ってますね。指輪はね、よく3つとかつけてくるんですけど、結局お店であのミシンやったりあのボタン縫ったりするときに全部外して結局あのお店に置きっぱなしにとかよくあるんですけど、あの休みの日とかはブレスレットとかもちゃんとつけて。これ何つけられてるの？これはね、いやちょっとね不明なんやけどね、インディアンチュリーだからアメリカ買い付けた時にあの僕の指ぴったしだったんで、すいません自分に買いました小指につけてるのはもう昔から、大学生の時に名古屋の、古着屋さんで買った指輪、これといって特徴はないんですけど、なんかずっと愛着があってずーっとつけてるとか、なんかね結構みんなかっこいいからとかじゃなくて思い出があるからつけてるっていう子たちも話聞いてるといるんで、タグもつけとる？いや、うん、僕もつけとるけど、あ、いやちょっとこれ見せれんわやっぱりボールペンとかやっぱ使うんで、僕よく親指と人差し指つけるんですけど、ちょうどかぶってボールペン書けないんですよね、そうやななんでよく外しちゃいますね。でも僕もちょっとすいません、もっとつけてきますタグはシンプルなのばっかやな、うん、いつも割とシンプルなのが多いですね。僕はなんかね、で格好も、まあ、今日普通なんやけど、タクムはなんかね、うん、指輪も雰囲気もなんかシンプルななんか格好しょって、はい、で僕はよくボロボロの服着てたり、なんか上下ガラガラしてたり頭爆発してたりでごめんちょっと今日シンプルやわなんか2人全然違うもんな、うん、割と真逆な感じが、けど古着をね好きになったきっ、うん、タクムが古着好きになったきっかけはなんか僕がタクムに